伊藤秀人4月9日隊は、日本のスキーヤー、蔵王温泉出身。山形県スキー連盟所属。蔵王温泉スポーツ大使。全日本スキー連盟元ナショナルチーム。元ナショナルデモンストレーター。フランス国家スキー検定教師。現在は、プロスキーヤーとして、選手や一般のスキーヤー指導、スキーイベントプロデュースなど活躍中。同じくデモンストレーターの伊藤秀夫は弟。実家は、蔵王温泉で、ペンション僕のうち、ローソン山形蔵王温店、山形県観光物産会館で、ファーストフード F1 を営んでいる。中学時代から、アルペンスキーで頭角を現し、日本大学山形高等学校時代に、国体の少年組優勝を皮切りに、全国的なスキー選手として認知される。全日本ナショナルチームに10年間在籍。高校卒業後の3年間のフランススキー修行によって、世界選手権大会出場、アジア冬季大会銀メダル、全日本選手権優勝など、国内外が認めるレベルのスキーヤーに成長。1991から1992シーズン、限りで競技から引退したのを機に、基礎スキーとカテゴリーされる分野に転向し、全日本スキー技術選手権大会に出場し、トップレベルでの成績を残す。またナショナルデモンストレーターとして活動、レーサーとしての経験、また、フランス国家検定スキー教師取得などをもとに、スキーシーンでの歴史に残る活動を展開する。現在、樹氷で、名高い蔵王温泉を拠点としながら、国内外で、スキーイベントや、スキーキャンプを開催中。伊藤秀人ファンクラブ、RaiseHi会長でもある。ありがとうございます。